臨港パーク釣りファンの皆様、明けましておめでとうございます。今年も臨港パークの釣り動画を配信してまいりますので、よろしくお願いいたします。1月8日午後4時30分、今年の釣り初めに来ています。今日は明るいうちは数の他に2組の釣り人がいましたが、暗くなってからは数一人になりました。防寒対策をしっかりしてきていますので、夜でも寒くはありません。青い染めを使ってカサゴとハゼを狙っていきます。こんな寒い時期でも臨港パークと赤レンガパークではサバも釣れているようです。この時期は水が澄んでいるので、日中は警戒して餌を食いません。暗くなってからの1時間が勝負です。なかなか当たりがありません。移動して探っていきましょう。最初のあたりです。2回目の当たりです。今度は何でしょう。ハゼくんのようです。3回目のあたりです。今日はこの他に大きな引きのあたりがありましたが、バラしてしまいました。逃がした魚は大きいですね。3匹目はカサゴくんでした。この後はあたりがなくなってしまいました。今年の釣り初めはカサゴくんとハゼくんでした。最後までご視聴ありがとうございました。また来週カズチャンネルでお会いしましょう。